平成ワーズさああやさん聞いてるかい今日は平成ワーズだぜ。えー、普段の活動では絶対言わないセリフをガンガン言っていく名物コーナー平成ワーズのお時間です。ゆうとがあなたの期待に添えるように、えー、じっくり考えてからセリフを言います。さあ、私の目の前にゴーツーセリフが書かれたメールがあるんですけど、これ裏返しになってね。またこれ俺が好きに選べないんだ。 なのでね、もうちょっと恥ずかしいセリフになっちゃうかもしれないんですけど、まあお楽しみに。はい。それでは、選びたいと思います。じゃあ、おはがき、これ。てり神奈川県のラジオネーム、にゃんこそばさんから頂きました。はい。平成7の皆さん、こんばんね、こんばんね。平成ジャンプが大好きな高一です。今回は、ものまね上手なゆうとくんに言ってもらいたいセリフがあります。喋る自動販売機風にお願いします。いや、俺自動販売機のものまねしたことないよ。<laughs> 見る自動販売寄付に言うのこれをわかりました。はい。行きますよ。いらっしゃいませ。冷たいお飲み物はいかがですかあのー、人間っぽいのと、ちょっと機械っぽい、こう、中間を行くっていうね。たまにありませんが、なんか、これおかしいな、このアナウンスみたいな。なんかね、いらっしゃいませみたいな。どういうイントネーションで喋ってんのっていう、よく見かけませんなんかこう、あれを、 あれがおかしかったな、俺。結構前住んでたところの、あの、病院、行ってた、通ってた病院があったんですけど、そこでお薬もらうときに、お薬じゃない、あえてお会計するときに、名前呼ばれるじゃないですか。そのときにイントネーションが、中島優斗様ーって呼ばれるんですよ。<laughs> 何このイントネーションって、ちっちゃい流れのも思ってますからね。で、もうよく親とモノマネしてましたよ。中島優斗様ーって。<laughs> 何なんでしょうね、このイントネーション。未だに不思議なんですよね。 で、あの、結構久々に行ったりするんですよ。で、ちょっと変わってましたよね、呼び方ね。うん。アナウンスもしてないかもしれない。うん。普通に呼んでました、ね、中島様って。あれがもう一回聞きたいわ。<laughs> うん、録音したいわ、ね。<laughs> あの、こう、その頃の、なんか思い出が蘇ってきそうですね。はい。いや、面白いですね。いい頃考えますね。じゃあ、二通目行きますか。さあ、じゃあ今度はメールで、こちら。てりん。 えー、埼玉県ラジオネーム、ひだまりはむっちさんからだきました。美味しそうだね、なんか。ゆうとくん、こんばんね、こんばんね、いつもゆうとくんに元気をもらっている大学生です。先日行ったコンサートでゆうとくんのモノマネのうまさに驚いたと、と,ともに、すっかりハマってしまいました。ゆうとくんのモノマネ最高ぜひ、堺雅人さん上にこのセリフをお願いします。来た来たよ。<laughs> これはでも許可取ってないさー。あのね、現場行った時にね、あの、やらせていただいてるんですけど、い言いなかったね。あ、いいねこれ。面白いね。 顔伝わんないのかこれ残念だなぁ。<laughs> 顔見てほしい。この。この <laughs>。この。今やってるんですけどね。今、この酒井さんのモノマネしてるんですけど、多分ね、コンサート来ていただいた方は思い浮かぶはず。あの、もう本当にね、くったくのない笑顔で笑うんですよね。じゃあこれ、この顔しながら言いたいと思います。言います。中島さん中島さんおかも名前ハウスはい、どうでしょう。<laughs> 実際、 聞いてくれたらしいです。あの、お渡ししたんですけど。CD、今、僕たちが出してる CD です。ぜひ聴いてくださいああ、本当にありがとうっつって。朝から聴いてくれたらしいんですね、次の日が。もう、とっても元気のいい曲で、うん、って言ってましたね。<laughs> <laughs> この顔をぜひ見せたい <laughs> で、俺ね、もうほんと自画自賛。結構似てると思う。うーん、面白いわ。いや、これね、これリクエストしてくれて嬉しい。 これ私のレパートリーの一つでやらせていただきますので、これからも。はい。<laughs> <laughs> いい加減にしろって言われちゃうかもしれないね。いや、ありがとうございます。いや、どうでしたか僕の得意なモノマネが来ました。こう、モノマネだったらね、あんま恥ずかしくないからど、どんどん送ってほしい。モノマネ。はい。これからも楽しいセリフ送ってください。以上平成ワズでした